皆さんこんにちは。萩原健一さんは若い頃から人気俳優として注目を集め、そのカリスマ的な魅力で多くのファンを魅了しました。しかし同時に多数の女性と交際していたことでも知られていました。また萩原健一さんには数々の事件を起こし逮捕歴もあります。そこで今回は萩原健一さんの逮捕歴や女性関係、死因についてご紹介します。はじめに萩原健一さんのプロフィールと活動を紹介します。萩原健一さんは1950年7月26日生まれの埼玉県与野市出身です。1967年にザ・テンプターズのボーカリストとしてデビューしました。神様お願い、エメラルドの伝説など次々とヒット曲を演奏し人気を得ました。ザ・テンプターズの解散後、萩原健一さんは PYG を結成し、1972年に制作された松竹映画約束での演技が高い評価を得たことで、これを機に歌手の活動を続けながら俳優へと本格的に転身しました。1972年にはテレビドラマ「太陽に吠えろ」「傷だらけの天使」に出演し、1975年には初のソロアルバム「惚れた」をリリース以降、ソロミュージシャンとしてライブを中心に積極的な活動を続けています。一方で映画「いつかギラギラする」など映画にも多数出演し、デビュー50周年を迎えた2017年にはスタジオライブアルバム「ラストダンス」をリリースするなど、俳優としても歌手としても多くの活躍をされてきました。そんな萩原健一さんはプライベートでは暴れん坊だったようで、逮捕歴はなんと4度に上っていました。続いて萩原健一さんの逮捕歴についてお伝えします。萩原健一さんの最初の逮捕は1983年4月32歳の時でした。大麻取締法違反の現行犯で関東信越地区麻薬取締官事務所に逮捕されました。その際懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受け、1年間の芸能活動停止を余儀なくされます。そして2度目は1984年に飲酒運転で人身事故を起こし、業務上過失傷害罪の疑いで逮捕されています。その後1985年11月に写真週刊誌フライデーに当時プロレスラーのアントニオ猪木さんの妻であった女優の倍賞美津子さんとのツーショット熱愛写真が掲載されました。このお二人の関係は後に詳しくご紹介しますが、萩原健一さんはこの記事に対して激怒し、カメラマンと編集者に殴る蹴るなどの暴行を働き、傷害罪で告訴され書類送検されました。3度目は2004年10月に横浜市内で人身事故を起こし、業務上過失傷害の現行犯で逮捕されました。4度目は2005年2月に撮影が進行していた主演映画投稿の木の監督や共演者へ暴言や暴行を働き、強制降板させられることとなります。これに対し萩原健一さんは東映映画の制作委員会メンバーに不当な出演料を要求したとして恐喝未遂容疑で警視庁に逮捕され、懲役1年6ヶ月の有罪判決を受け、しばらくの間活動停止を余儀なくされました。薬物や人身事故など多くの事件を起こしていた萩原健一さんですが、女性に人気があったようで、4度の結婚に加えて数多くの女性関係がありました。続いて萩原健一さんの女性関係についてご紹介します。萩原健一さんはこれまでに4人の方と結婚されています。1人目は1975年にモデルの小泉ひとみさんと結婚され、娘さんが1人誕生していますが、1978年に離婚してしまいます。その後2人目は1980年に女優の石田あゆみさんと結婚されるも、こちらも長続きせず1984年に離婚します。この時自叙伝「証券」の中では未入籍で事実婚だったと告白されていましたが、2008年週刊新潮では一転、未入籍は嘘だったと告白されています。そして3人目は1996年にヘアメイクを担当されていた女性と結婚され、少し長く続きましたが2006年に離婚されています。この離婚は萩原健一さんの人身事故や恐喝未遂事件などが原因だったようです。また結婚だけでなく不倫関係もありました。そのお相手は女優の倍賞美津子さんです。2人の馴れ初めですが、1985年に公開された映画恋文での共演でした。映画を通してお互い惹かれ合ったようですが、当時倍賞美津子さんはプロレスラーのアントニオ猪木さんの妻でした。倍賞美津子さんは1971年にアントニオ猪木さんと結婚され、当初はラブラブだったのですが、アントニオ猪木さんの浮気や借金などが原因で仮面夫婦と呼ばれるほど仲が冷え込んでいました。そんな時期に萩原健一さんと出会います。最初はこの映画で倍賞美津子さんが萩原健一さんとラブシーンを演じたことに激怒したアントニオ猪木さんでしたが、やがて2人の関係を知り1988年に
倍賞光子さんとアントニオ猪木さんは離婚します。それからほどなくして晴れて倍賞光子さんと萩原健一さんは同棲を始めるのですが、萩原健一さんが女優の石田恵里さんと新たに関係を持ったことで倍賞光子さんとも破局してしまいます。そんな萩原健一さんの現在の奥さんですが、2011年に結婚されたモデルの富田梨香さんです。二人の出会いは2009年に東京の青山で行われた女性月刊誌の対談です。もともと萩原健一さんのファンだった富田梨香さんがこの対談を熱望されました。萩原健一さんは富田梨香さんと出会った時のことを、会った瞬間から過去のことは忘れた、僕は悪いイメージが多いけど家内に出会えたのはいいこともしてたご褒美かなとベタ惚れなのがうかがえます。そしてジェットコースターのような人生だったけども、今後は二人でメリーゴーランドのようなゆっくりした人生を歩みたいと語られ、穏やかな人生を奥さんと共に歩まれていました。ちなみに富田梨香さんも過去に結婚歴が2度あり、萩原健一さんとは3度目の結婚でした。富田梨香さんには最初の旦那との間に男児が1人いますが離婚し、2度目の結婚は36歳の時で、飲食店を経営する男性と結婚し、その後離婚しています。萩原健一さんは残念ながら2019年3月26日に消化管間質腫瘍のため都内の病院で68歳という若さで永眠されました。萩原健一さんが発症した消化管間質腫瘍という病気は、消化管の壁に発生する腸腫のことで、特に胃や小腸で発見されるケースが多いそうです。特殊な細胞が異常増殖し腫瘍を形成するそうですが、胃がんや大腸がんが消化管の粘膜から発生するのに対し、消化管間質腫瘍は粘膜の下にある筋肉の層から発生するという違いがあるそうで、がんとは異なり肉腫の一種とされているそうです。ちなみに萩原健一さんは亡くなる数日前の2019年3月18日にロックミュージシャンの内田裕也さんが亡くなった際には、所属事務所を通じて非常に残念です、近々企画書を持って裕也さんと共演することを楽しみにしていましたが、奥様のご不幸がありタイミングを逃しました、心よりご冥福をお祈りしますとコメントを発表された矢先に、萩原健一さんも帰らぬ人となったのでした。2011年頃から闘病されていましたが、萩原健一さんの強い希望で病気は公表されていませんでした。そして闘病中に容態が急変し、奥さんである富田梨香さんに看取られて息を引き取られました。萩原さんの仕事仲間やファン、そして親族も萩原健一さんの死をゆっくりと悼むことはできませんでした。なぜかというと、容態が悪化して救急搬送された病院で息を引き取ると、翌日には火葬されてしまったからです。その時の状況を、亡くなった直後に神奈川県の鶴見で親族を含めて葬儀を行ったと報道されていますが、実際は都内ですぐに火葬されています。すべて富田さんが執り行っており、萩原家側の親族は誰も立ち会えていません。葬儀がすべて終わってから報告があっただけでしたと親族の方が取材に応じられていました。葬儀を急いだのは萩原健一さん自身の意向だったという背景があり、彼は3人目の妻と離婚する際に金銭的なことで揉めましたからね。その際慰謝料で泥沼の裁判になり大変な目に遭いました。交友関係も含めていろいろ不安があったようです。それで妻が面倒に巻き込まれないよう、自分が死んだらすぐに葬儀を済ませてしまうように指示していたそうですと芸能関係者が語っていました。いかがでしたでしょうか。今回は萩原健一さんの逮捕歴や女性関係や死因についてお伝えしました。萩原健一さんは俳優や歌手として多くの人々に愛され、そのカリスマ的な魅力で数多くのファンを魅了しました。しかし彼の私生活には逮捕歴や女性関係など波乱万丈な出来事がありました。萩原健一さんは多くのドラマや映画、そして歌で私たちに感動を与え、その功績は忘れられることはありません。彼は今も私たちの心の中で生き続け、永遠に偉大な俳優として称えられるでしょう。最後に萩原健一さんのご冥福を心よりお祈りいたします。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。